どうもこんにちは。宣伝部長のこいちです。今日は防災都市作りますっていうことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、今回ですね、ちょっと夏休み特別企画みたいな感じで、 今後の私の目標みたいな話をさせていただきたいというふうに思うんですけども、で、ちょっとね、防災都市が何なのかみたいな話についてはちょっと後でやるとして、まあそもそもなんですけど、なんでそれを言うことに至ったのかみたいな話を先にさせていただきたくってですね、で、そもそも私この YouTube 始めて7年だったかな、まあ途中から数えるのも数えてないんで、わかんない。8年になったかもしれないし、わかんないけど、<笑><笑>まあまあやってますと。 でまあ、最初の方はちょっとあのやり方がよく分かんなくってごちゃごちゃしたところもあるんですけども、まあ、基本的には毎日発信するという目標を立ててからはそれをおそらく一日も欠か,か,かさずやってるはずですで、まあ、始めた理由としてはですね今流行ってる YouTube は何なのかとか、まあ、興味本位とかそれからまあいろんなのがあったんですけどもなんか一番の,その目標みたいなやつ最初やる前に大体 こう自分なりに目標を立てるんですけど、まあ、その目標というのは世界一の影響力を持つというところがまあ最大の目標でそう、まあ、とにかくなるべく何かをやるにあたってはもう一番ここまで行ったらいいだろうみたいな目標を必ず立てるようにしていてで基本的には言わないんですけどねあの <laughs> バカにされるのがオチなんで、まあ、基本的には言わないんですけどそういうのを立ててでそれに向けて自分で何をできるかっていうことを決めてやると。 で、しかも自分は当時は始めた当時はですねまああくまで趣味でやるという範囲の中でしか考えていなかったので要するにいかに手間をかけずにどうやったら影響力を保持できるかみたいなことを目標として始めたんですよねで実際そこに向けて全力でやってたかっていうとそうじゃなくって始めてみたら普通に何かをお話しするということが楽しいのでまあおしゃべり趣味チャンネルとして楽しくやっていこうみたいな <laughs> まあ感じに移行していきでそして どのくらいだったかな 2, 2年ぐらい前からとはいえなんか自分が、まあ、ずっとね、まあ、だから 5, 5年ぐらい 5, 5年ぐらいか5年ぐらい本当に自分がただ好きなことをしゃべってたんですけどま、まあ、そうもいかない時もあるんですけどあのこの話題に引っ張られるみたいなことがあるわけで。 ななんですけどなんか途中からそれってなんか自分のためだけにやってんじゃんみたいなところがありまして、まあ、せっかく気に聞きに来ていただける方もいるしそうすると自分の、まあ、やりたいことそして、まあ、自分に期待されてることあるいは話してほしいこととかやってほしいことを、まあ、うまくこうね、えー、混ぜ合わせながら、まあ、い一番いいこう <laughs> 感じのところっていうんですかねまあっていう形でちゃんとあのそういうものをしっかりやれば数字に現れるので まあ変な意味じゃなくて普通にちゃんと数字を追うっていうのをすごく自分としては嫌だったんですけどちゃんと数字を追ってみようっつってやってみてでやってみるとやっぱり数字を上げるためには自分のなんかこう例えばね聞きやすくするとかいろんな努力をするわけですよ。でそもそもがいかに手間をかけないかっていうことしか考えてなかったので <laughs> まあ今もあんま変わってないんですけどまあその中においてもちょっとは努力するようになってまあマイクをいいものにしてみたりとかね <laughs>。あの <laughs> まあなるべく滑舌をよくよ,よくよくするようにしたりとかまあちょっとまあそうするとまあ結果としては現れていくっていう形になっていきでまあ今んとこチャンネル登録者数が4万人ですけども最初に目標を立てた時っていうか明確になってた時ってチャンネル登録者数が2桁ぐらいでした多分ね <laughs> 10, 10も言ってたかなそう。 1>, 1ヶ月に1人増えたらいいかなどうかなぐらいの感じの時に、まあ、明確にまあ,あせっかくやる以上はやっぱりいろいろ試行か錯誤してるけどあの世界一の影響力を持つんだと。 ということは、チャンネル登録者数でいうと、当然世界一だよね、みたいな感じで、ちゃんと目標を立ててやってるという感じですね。で、その道は、道半ばどころか、入り口にも立ってないと思うんですけど、ただ、最初の、まあ、1人、2人から始まってですね、チャンネル登録者数。で、今のところ4万人まで来てるから、一応方向性としては間違ってないじゃないですか。<laughs> 増えてるからね。と、はい、いう感じなんで、まあ、そういう形で、まあ、やって。 いたんで,す、ね、でその中で、まあ、いろんな話を取り上げていくことで、まあ、本当になんかあの社会問題はやっぱり扱う機会がめちゃくちゃ増えていて政治とかもそうなんですけどね。はいまあ、それはなんかまあ、なあ橘さんの話をしてみたりとかいろんな話をしていって、まあ、自分の興味関心がそっちにね、まあ、あるのもあるのかもしれませんが、まあ、そういったことを話している中で。 なんて言うんだろうなあくまで今やってることというのは まあ世の中で起きてることに対してのまあ感想みたいな話ですよね。まあ、これについては思うああもうこう思うってことで、まあ、自分で何かやってるわけじゃないんですよ。だからあ、まあいう何か一生懸命日々ね、まあ、いいも悪いもですよ <laughs> いいも悪いもあるんだけど、まあ、私はいろんなことを活動している人をリスペクトしていてですね、まあ、それはまあ選挙なんかで言うとボランティアさんであろうと何であろうとそのとにかく一歩踏み出して何かまあ世のために活動しようという人に対してはめちゃくちゃリスペクトをしてるんです よねそんな中でただなんか一歩踏み込むとそこがあの何て言うんでしょうねこう自分的には自分があまり自信がないので例えば特定の政党を、ね、応援とかし始めちゃってあの要するに絡んでいくとそうすると例えばそこの政党が悪いことをすると,、えー、と政党助成金を使い込むとかね。あの <laughs> そういうことするとまあだ一応一歩引いてると批判できるんだけど入り込んじゃうとできないっていうねまあそれでもやれよって話あるかもしれないんですけどもやっぱりなんかそう人というものは弱いのでまあ私の場合はパンダですけどパンダのぬいぐるみかはい、まあ、その設定も忘れられてるかもしれませんが <laughs> あのということになってしまうので、まあ、その辺はちょっとあのまあ距離をとってまあこのチャンネルにおいては、ね、なんですけどね、まあ、そのような形でやってるんですけど あのと,とはいえですよなんかこう多くの人がやっぱりいろいろ世の中を良くしようと動いてる中で、まあ、自分なりになんか、まあ、別途本業とか,なんか別の方での目標とかそういうのまた別であるんですけどそうじゃなくって YouTube をやりながら何かこのなんか単純に世界一の影響力を持つっていうふわっとしたものじゃなくって、まあ、何かその形のあるものっていうか見えるもの といいいっった目標が必要ななんじゃないかっていう,ふうに思って、まあ、それをですね今回防災都市悪化を作りますという目標をまあまあ立てたのはいつだったかな今年っていうか去年か去年ぐらいにちょっと立ててたんですけどで年始にこういうの言おうかなと思ってたんですけどなんかタイミングを逃したまま今に至るって感じではい。 っていう感じで、まあ、正直その <laughs> 最初に立ってた世界一の影響力を持つというところからするとチャンネル登録者数4万人っていうのは全然足りてないんですけどねその段階でまたこの大,大きすぎる目標を まあ言うこと自身がまあどうなんだっていう話があるんですけれどもまあとりあえず言うだけはただなんで言っていきますという感じですねででで,でようやく防災都市の話に入るんですけどこれってまあ結局日本というか世界においてはまあめちゃくちゃ必要なものになるんじゃないかなというふうに思ってるのでこれを作るべきというか作らざるを得なくなるんじゃないかなっていうふうに思ってる感じですよね。 はい、だから日本に人口減がいずれ訪れるだろうみたいな話があるじゃないですかでもそれ絶対来るじゃないですかでもなんか対処してないまあいかに早く対処するかみたいなのと一緒で、まあ、この防災都市っていうのはいずれ作らざるを得なくなるわけなんですけどもまあそれは少しでも早い方がいいでしょうっていうところですねはいでまあ中身みたいな話なんですけど あの既にある都市なんかでいうとね例えば東京都でねえっとまあまあいわゆる東京をねなんか防災に強い都市にしようみたいな話ありますけれどまあ正直無理筋でそのななんかまあ地震大きめの地震一つ来たらもうもうちょっとアウトじゃないですかまあそれを少しでも軽減しようっていう努力については当然すべきなんですけどもまあ日本みたいなとにかく災害が多いところでその あのその、まあ、命令機能っていうんですかね、まあ、一極集中問題にもつながりますけども、全部東京に集中してるじゃないですか、だからそれやっぱりちょっと、まあ、普通に考えて危ないですよね。だから、どんな、えー、と震災があ、震災から何から、どんな、えーと地震まあ、自然災害が来たとしてもですよ、まあ、来たとしても対応できるような、まあ、都市が必要なんじゃないかっていうふうに思ってるって感じですね。まあ、具体的にどこをつ,つくらという話についてはちょっとまた後でやりますけど、 あっていうこととでですとでそれからもう一つ言うとそもそも何て言うんでしょうねその戦争がね私はなくなると思ってますなくなるっていうのかなそのえっ、ー、といつの段階かっていうのは明示できませんけどもその単純にねコスパ悪くなっていくと思ってるんですよねまあ結局戦争を仕掛けるにあたっては基本的にはまあ 言い方良くないけどやっぱりもう儲かるってのその経済合理性みたいなやつが当然働いていて得するからですよね経済だけじゃないんですけどその得するからやってるっていうのがあってだからまあ憎しみの連鎖みたいな部分についてはひょっとしたら残るかもしれないんですけどもいわゆるその発見主義みたいなことについてはですねどっかの段階でまあ成り立たなくなるんじゃないかなって思ってるんですよね。はい まあ、っていうところがあるので、まあ、実際に、ね、やるとね、まあ、批判の方が大きくもなるし、まあ、いろんな意味で言うてコスパ悪いんですよねで。だから今どういう方向性になってるかっていうと、まあ、まあちょっと言うのが難しいんですけど、ちょっと医療関係で儲けていこうみたいな感じで、軍需産業よりアメリカにおいては医療の方が。 えっとちょっと金額としてはちょっと大きくなりつつあるっていう感じでね。日本においては当然もともとでかいんですけどね。まあ、ちょっと国の予算でね、どのくらい占めてるかを見ればですね、まあ、それがよくわかるっていう感じだと思うって感じでね。はい。はいで、まあ、そのようになっていくと、人にとって怖いのは、まあいろいろまあ、人にとって一番こ怖いな人なんですけど <laughs>、あの、 まあ、戦争みたいなものが、まあ、仮に、まあ、なくなっていくあるいは縮小していくっていう形になっていくと、まあ、あ怖いのはやっぱり自然災害といいうことになっていきますよねで。その中において日本にはそのような自然災害というものがめちゃくちゃ集中してるということでまあとはいえみんな住んでますよね。あの <laughs> それはそれですごいことなんですけども。 まあ、ということなので普通に考えて防災に、まあ、めちゃくちゃ強い都市を作りで何かあったらそこから指令を出せるような仕組み。 っていうんですかね少なくとも防災に関してはね。だから毎回ね、でかいのが起きるたびに、どうすんだ、ああすんだ、こうすんだみたいな感じのが、ぶわってなるじゃないですか。そもそも、その情報がどこから、まあ、そのめちゃくちゃ信頼できるとこから情報出てたら、みんなそれちゃんと見るし、従うでしょ。で、まあ、ボランティアさんが行くのが行くな行くんだ、行かないんだ含めてそうなんですけど、まあ、そういったものをしっかりやれるような、まあ、要するに組織みたいなものをしっかり作ってですね、 でそれがなんか今なんかこういろんなのがあると結局まあ、えー、なんだかんだそういう対応の組織をまあ要するに総理大臣をトップして作ってねまあまあそういうふうにあまりにも大きいとそどっちにしたってそうせざるを得ないのかもしれないんですけどまあなんか自衛隊とかが動いてみたりあるいはまあどうすんだあすんだっていう話があってまあたくさんね 震災含めていろんなの起きてるから、すでにね、かなりのマニュアルは出来上がってるというふうに思いますけども、まあ、そもそもこんだけ頻繁に起きるんだから、それに対応する、まあ、専門の部署ですよね、まあ、かつまあ、都市みたいなものがしっかりあれば対応できると。で、だからここが司令塔となって、まあ、当然、普段の防災から何からも当然考えたり対応したりするわけなんですけども、まあ、実際何かあった時も、ここに頼ればいいよねって感じにして、でそこから、えーと、例えば、まあ、その、 まあこの間のと半島だとしたら、まあ、状況を把握してどうするあするっつってじゃあまあとりあえず、えー、となんコンテナ状のホテルを送りますみたいな感じでわーってやったりして対応してでこっからボランティアさんよろしくお願いしますみたいなことも含めて情報発信から何からしっかりやればいいとだからこれが時の政権だったり自治体のトップがね、まあ、信頼がないとねお前ら何やってんだみたいな感じになるじゃないですか もう勘弁してくれ <laughs> そ,それはおかしくねって、もうこんだけ絶対震災から含めて災害来るって分かってるのに、その時のね、やっぱりその、まあ、政府だったり自治体のトップによってですね、対応が変わったり、まあ、あのなんていうんですかね、まあ、信頼できないか批判が高まったりっていうのはやっぱりおかしいわけで、まあ、そういった、まあ、しっかりそれに対する専門部門を作って、ですね、そこがあの対応すると。 でその中で正直に予算がつかない分についてはこんだけできませんというと。で、できないってなったらじゃあ予算つけるや多い政府みたいなことをみんなが言えるみたいな感じになるんでね。っていう形ですね。だから、ふ、まあ、普段からまあ、都市としてそのもの防災に特化したような都市でどんな防あの まあ震災から何から来ても大丈夫のような都市でありつつそこに司令本部もありそ,そこいろいろそのたいろんな舞台があったりそれから大学ですよね防災あらゆる防災に、まあ、要するに建築から何から。 あの地震学何かないからちゃんとした防災に特化したような大学を作ったりとかして、まあ、人材も集めたりねでその今その何て言うんですかねその地震学会がねこのもう脅しまくって、ね、予算を集めるみたいなもうああいうふざけたものをするなと、まあ、別に、まあ、全く意味がないとは言わないけど まあ、そもそもどこに日本どこにおいても、まあ、可能性の有無はあるけどもある程度危ないとかわ分かってるわけで,でそこに対してちゃんと普段から準備しようねとかもし来たらどうするんだよねとかそもそもここは。 あの家建てちゃダメだよねって含めてそこの辺のデザインのやり直しも含めていっぱいやることあるんですけど、まあ、とにかくそういう、まあ、知見を集めたり実行部隊集めたり、まあ、っていう都市を作る必要があるんじゃないかってことですよねだから、まあ、そういったことをやるためにはどういうあのなんて言うんでしょうね自然災害が来てもほぼ無傷であるような都市を作んなきゃいけなくてでそこに集まる人も当然防災意識が高くてっていう感じの都市を作るということですねはい。 というものが、まあ、日本においても必要だしそしてそれで知見を高めていって対応していくとですね、当然あの海外においてもね、まあ、例えば震災が起きたりとかいろいろありますけどもなんか日本からするとこんな地震でこんなぶっ壊れんのみたいなことはよくあるじゃないですか。っていう感じでそれは日本はこんだけ攻撃を受けまくってるわけですからそれは強いよねってその中での知見がさらに集まっているような都市を作ればですね、それはみんな頼ってくるところもあるよねって感じになっていくと。 でそして国としての信頼がないとなんか特に震災とかその自然災害が起きた時って危ないじゃないですか。まあ、国の防衛力も下がったりするじゃないですか。だかかかからなかななかここうなんかこうん 呼呼びたたくても呼べななないいいみたいなのがあるじゃないですか正直ね、まあ、日本でも起きた時にやっぱり断,ざ断らざるをえない時もあったりとかって感じで「いやこんな時そんなことしないよ」って言うかもしんないけど普段見てみろよみたいな感じで了解心配何度しとんねんみたいな話とかあるから、まあ、そういった意味においてその辺についてはかなり信頼性のある国。 がまが、あ、うまく仲介する形で入ってって応援すればより効果的だよねっていうのがあって、まあ、いずれはですよいずれはそういう形で海外も助けに行けるような感じになっていくるというのを理想にしていくってで。この 感じが日本が今ねちょっと軍隊とかなんとかいろいろ言ってますけども、まあ、自衛隊がこういう形で最終的に戦争が少なくなっていきますでそれそのまんまが災害部隊になっていきますってなったら多くの人が受け入れる可能性が、まあ、あるのかなっていう感じだと思うしそれから、まあ、自分のことのみならず人を助けに行くっていうことが日本人のまあ特性に合ってるっていうんですかねっていうところなんですよだから結局いいことしたいし尊敬されたいしみたいな まあ要するにお人よし精神ですかねいい意味で。 っていうののがまあ根底にあるので、まあ、こういったことができるのは実は日本だけだけだよねっていうのがあってでそして何よりそういったことをできることそのものが最大の防衛力になるわけですよね。普段から助けてくれる人を攻撃する人はいませんよねっていう形になったり、まあ、それからまあ最大の外交にもなりますよね。いろんな網においていつも助けてくれてありがとうという形になるわけですから当然外交においてもまあ優位に進めることができるって感じで304050ぐらいに必要十ぐらいにまあ必要 だしそれから効果的なんじゃなかろうかというふうに思ってますと。っていう感じでねまあ私は戦争はまあまああいずれなくなっていくっていうか少なくなっていくとは思ってますけどもそうなるかどうかは置いといてもやっぱり日本ってやっぱ憲法救助っていうのがなんかこうよくも まあ、まあその左系の人たちはなんかうちらはこういうのあるんだからいいんだみたいな簡単に言いますけどもまあでも結局アメリカの防衛力に頼ってんじゃんみたいなね要するにアメリカの軍隊がね基地を作りまくってるわけじゃないですかまあそ,その現実を無視して何言ってんだって感じになっていくわけですから、まあ、本当の意味において国を守るということをについて今の延長線上で救助を で、まあ、こう、培ってきた、やっぱり信頼みたいなやつも当然あるわけですよね。だからそういうのをうまく活かそうとすると、こういう方向性が、まあ、まあ、軍隊も並行してあるとかについては、どっちでもいいんですけど、まあ、とにかく、こういった、まあ、とにかく、なんていうんですかね、世界に貢献していく形かつ、日本の特性を利用した、まあまあ、都市を作っていくということが、まあ、いいんじゃないかっていうふうに思ってるというような話ですね。はい。で、あとは、ちょっと肝心のね、 場所なんですけどまあないんですよ。<laughs> でよくねなんかこう岡山の方とか割とそのあのあいろんな被害が少ないって話があるんですけどねまあそういうとこに作ってもいいのかもしれないとは思いつつそれよりもやっぱりまあそこはできるんだったらそれが一番いいんでしょうけどもそのまあ結局会場がいいんじゃねえかなみたいなその <laughs>。 <laughs> というふうに思ったんで一応まあそれっぽい名前であくアってつけたんですけどこれからかっこ仮ですね名前についてはなんかまあこれは私が今適当に言ってるだけなのでどうなるかわかんないんですけど、ね、今まあ一つボールを投げてみたんでもしこれがねわかんない10年後2 5年、ね、盛り上がるようなことがあれば名前をなんかね、えー、応募していい名前を付けていったらいいと思うんですけど はいまあでももろもろ条件を考えるとねやっぱりまあ会場が一番まあ合理的なような気もしないでもないんですけどねはいまあ当然これうまくいけばいろんな国でも展開できるって話なんででもあんまりやりすぎるとななんか今のルール上でいくとですね公開にねなんか独立国とかできかねないんでね <laughs> そこは危ないような気がしますがはいという感じで。 はいというわけでね、まあ、さほど影響力のないチャンネルがですね世界一の影響力を持つと言いながら、まあ防災都市を作るんだっていうことはね、まあ、ちゃんちゃらおかしいというふうに思われるかもわかりませんが、まあ別に目標を立てるのはただですし、いうのもただというところがあるので、まあ、ただやっぱりいろいろ見ていて、ただ、そのまあこれ一気にね何か進められるのは何かがあるわけではないので、とりあえず言っ 言うだけ言ってみようっていうところですかね。で、まあ、もしこういうのがねうう、動いたらやっぱり私としてはすごいいいなというふうに思っていて、ね、やっぱり人の何か活動について紹介するのもそれはそれで楽しいことではありつつ、何かこう影響力を及ぼ,及ぼそうとすると、何か一つの目標がいるのかなというふうに思って、まあ、今回はこの提案をさせていただきました。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。